小原忠1月24日から1967年9月8日は、日本の検察官、政治家、弁護士、岡田内閣、安倍内閣、第5次、吉田内閣で、司法大臣、法務大臣などの閣僚を務める。新潟県長岡市出身。新潟県越郡町岡本町に、士族、田中慶次郎の三男として生まれる。その後、元会津藩士、小原麻忠の養子となり、小原正を名乗る。新潟県第7中学区公立第1番、小学校、旧制、新潟県立長岡中学校から、麹町区長田町の橋本慶三郎宅の書生となり、共立学校4年級に編入。旧制第1高等学校では、松平常雄、長島隆二らと同級であった。東京帝国大学法科大学法律学科を経て、1902年7月に司法省採用となり、東京地方裁判所判事に任用される。当時の上司、倉富雄三郎から見込まれ、千葉地方裁判所検事として赴任。以後、検事の道を進む。小原は、検察官在任中に、東京地裁検事局検事正、小林義雄の下で、南、八千市、古賀行林、竹富渡、小山松吉、大田黒秀樹らと日本政党汚職事件で家宅捜索と贈収賄者の取り調べを担当した。日東事件の取り調べ段階で発覚したものの桂太郎総理より本件捜査の見合わせを余儀なくされた内外石油事件では小原、竹富で事件担当となった。光徳事件、シーメンス事件、大浦事件、八幡製鉄所汚職事件、撲滅事件などを担当。特に、光徳事件では、宮下多吉と、菅野菅の取り調べを担当した。また、シーメンス事件では、主任検事を担当した。田中義和内閣の原義道司法大臣の下で、司法次官に抜擢され、以後、浜口、犬飼、斉藤内閣の司法次官を務める。また、この時期に、各省次官合同会議で外務次官であった吉田茂と親交を結び、戦後死去するまで交友関係が続いた。小原忠岡田内閣の司法大臣在任中、帝人事件、天皇忌関節事件、2.26 事件が起き、特に 2.26 事件では総理秘書官、迫水久常から反乱軍に殺害されたとされていた。岡田圭介総理の生存がいち早く伝えられ、その事実が確認されると、岡田の三大を強く主張し、府警を理由に反対する他の一部閣僚の反対を押し切った。しかし、次期広田内閣では、留任が望まれていたにもかかわらず、陸軍から陸軍大臣内定者、寺内俊一の名において、国体名称問題などの処置に難ありとして、組閣への干渉を受けたため、吉田茂、下村博と共に入閣を阻止された。安倍内閣では、第一次、近衛内閣、平沼内閣時代に、司法大臣であった、塩野末彦の反対を受け司法大臣に就任できず、代わりに内務大臣兼厚生大臣に任じられた。これは、当時の司法界における、経済検事系列の小原閥に対する、思想検事系列の塩野閥の対立の結果と、見られている。閣僚退任後は、弁護士業を開業し、戦後に至り、公職追放となる。戦後、昭和電工事件では、迫水久常の弁護を担当し、迫水唯一人のみ一審段階で無罪となった。指揮権発動で辞職に追い込まれた、犬飼健の後任である、加藤良五郎の後を継ぎ、第5次、吉田内閣で、法務大臣を務めた。会津会会員。ウィキメディアコモンズには、小原忠に関するメディアがあります。ありがとうございます。